皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はイモータルズフェニックスライジングのファミ通紹介をしていきたいと思います。神々を救い、美しい島を取り戻します。絵画的なグラフィックで彩られたオープンワールド、美しい自然が目を引く広大なオープンワールド黄金の島では、プレイヤーのアクションとアイデアが試されます。伝説のモンスターやダイダロスの迷宮、数々の謎解きパズルなど、この世界は多数の仕掛けやチャレンジで満ち溢れています。崖、山々をよじ登って進み、ダイダロスの翼を広げて大空を滑空、島に住む様々な動物を手なずけて騎乗し、島の隅々まで探索します。授かりし神の力で伝説のモンスターと戦いましょう。キュポンによって神の力を失ってしまった黄金の島では、フェニックスはサイクロプス、ミノタウロス、メデューサーといった神話上のモンスターと戦うことになります。冒険を進める中で、アレキスの剣やオデュッセウスの弓、ヘパイストスのハンマーといった伝説の武器を手に入れてモンスターに対抗します。そして神々を救うことに特殊な技を獲得し、さらなる強敵試練に挑んでいきます。コンボやスキルを駆使して戦う歯ごたえあるバトルは、空中戦、接近戦闘によるダイナミックで爽快なアクションが楽しめます。軽快なアクションとノリのいいストーリーテリングが好評です。テンポのいいアクション、バトルは軽快ながら歯応えありです。戦闘ではかなり動き回れるアクションが楽しく、戦闘ではなかなかシビアに調整されている印象です。アクションが苦手な人でも回復薬を多めに使えばご利用せるし、ゲームに慣れれば特殊技やパリーによるスタン、ジャスト回避による敵のスロー化の使いどころも覚えられるので、存分に腕を震えるはずです。広大なオープンワールドには様々な楽しみが満ち溢れています。騎乗動物を呼び出して移動すれば苦にならず、高所から滑空を使うと回り道をショートカットすることも可能です。戦闘やクエストでステルス行動を強いられる場面はありませんでしたが、ステルス状態を活用して戦闘を有利にすることもできます。あそこには何があるのかというワクワク感にあふれ、実際に訪れてみれば何かしらの仕掛けが用意されているとのことです。アクションのテンポが良く、軽快ながら歯応えがあるバトルが楽しめ、オープンワールドアドベンチャーとしての完成度は高く、誰でも素直に楽しめる作品になっているとのことです。というわけで今回はこの辺で、イモータルズフェニックスライジングのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。